アメリカのトランプ前大統領が選挙集会を行っていた会場で複数回の発砲音がしました。トランプ氏は耳のあたりを負傷したということです。トランプ氏が13日アメリカ大統領選の激戦州であるペンシルベニア州で演説をしている最中、複数回の発砲音が鳴り響きました。会場は一時騒然となり、演説は中止されました。トランプ氏は演台の下にしばらく倒れ込むような姿勢になり、その後警護担当に支えられながら自らの足で退場しました。退場する際、トランプ氏は拳を突き上げる仕草をしましたが、 CNN テレビはトランプ氏が耳のあたりを負傷したと報じました。映像では耳のあたりから血が出ているのが確認できます。